よし、始めよう。始めていきます。YouTube にお金もらってる、お金もらってるからみんなやってるじゃん。そんなあもらえないのかな、お金。だってさ、再生者に対してお金払うんだったら膨大な量になるわけで、さ、Google は考えたんだけど、やっぱり YouTube のなんかトップでやってる、仕事にしてやってる人はね、そういう人がね、だからみんながみんないいわけじゃないし、例えば経営ってあるわけですよ。Google ね、まあ YouTube、Google で資本持ってるからね。でそれで収益化したら、昔もしてたんだけどさ。だから不平等だからって全員できるようになってみんな統一してたんだよね。わかるかな。子供どうなんだろうな。ニコニコ生放送もあれ誰でもできるのかな。結局一緒なんだよな。なんか放送権限やらなんだら渡すけど、渡す代わりに金くれてやつでしょ。あれがお金払ってさ、でそれで収益のそういうシステムを与えるみたいなんでしょ。で収益で儲かった金額もなんだ YouTube でもらうなんだドワンゴが金払いするわけでしょ。おかしいんだよ。どうしよう、ここら辺でやりなさい。ここで行こうか。ああなるほど、今分かりました。ちょっともう一回やろうか。ほら、あそこにビットを置くでしょ。で、あと取るときにビャーって水で流されるんですけど。それ、話してなかったかな。一応ね、こう、私、裏技使いますんで、これから。こんなゲームもね、ずっとさ、今でも6パートぐらいなんだよね。6パートぐらいでしょ。ほんで、この先にもっと難しいから、100パートとしてさ、もうむちゃくちゃになるわけでしょ。ねえ、もうこんなもんやってられないんで、要は、裏技使うわけですよ。もう分かってる人は分かってると思うんですけど。で、こう、つなげるわけですよね。つなげていって。でも、動画として作ると。もう、やってられない。こんなゲーム、1、2、3までやってたけどさ、こっから一気に鬼畜になるから。もう、これクリアできないだろうぐらい、鬼畜になるんでね。以上です。以上ですっていうか、次多分ここから繋がると思いますけどね。一旦切りまーす。OK、あ、ていこう。やっぱり結局だ。早すぎたか。覚えていけるのかな、ないな、これも。早いんだよ。よし。ここで、また例のごとく、あれをつなげまーす。わざわざで、一旦来ますね。よっしゃろ。さっきはあれだな、なんかもう見えない球に当たるの。今のは見えない。敵がいなくなってもな、負けるんだよ、力が。なんだ、なんか次元戦で死ぬような感じもするけどな。今なんか見えなくなったな。え、弾じゃないんだ。敵がいなくなった。起爆するから。何なんだ。
ずっと動いてかないから、ロックオンされる、ロックオンされる、ロックオンされる。絞り落ちがだいぶ助かってる。もう上から先やられたから、上からとか下からとかじゃないんだな、どうせ見えない球に当たるんだろう。え、どうせ見えない球に当たるんだろう。あ、見えない球に当たるよ、見えない球に、見とくよ、見えない球に当たるぞ、ほら、なんか当たるんだって常に覚えとかないと、見えない球に、よっしゃよし一応ここであの動画を切って編集したいと思います。あー疲れた、1時間やったよこれで、あのボスだけで今後通してクリアできるわけないじゃん。切ります。